ドリュードリューさん、もい、iPhone からキャス配信中、心霊ライブ。なんか落ちちゃった。キャスってなんかたまに落ちるんだよな。ちょっとあれだな。虫置きやっていい？また。ついマジで強烈な暑さ。はい、トネヤマブルーさんね、いらっしゃい。いや、こん中も暑いもん。あ、ありがとうね、レマさん、ありがとう。ランバさんでいいのかな、ありがとうございます。登録よろしくお願いします。暑いね。今日ちょっと1箇所でやるんですけどね、まあ2箇所になってるけど1時間ちょっとぐらいね。もうね、30分いただけてね、さっきのとこいただけてダメだった。ドクロマークここは僕がね、昔、今から12年前ぐらいに、あのちょうど曲がり角あるでしょ、あの辺り歩いた時に幽霊ね、帰れって。あ、水分ね、あれ、あ、水分置いてきちゃった。ちょっと水分取っていい？帰れって言われた、殺すよって言われた場所なんだ。ちょっと待って、置いて。暑い、マジが暑い。この山です。虫が寄ってくんな。ラガキ増えてると思う、ガキがやってんだ。届く範囲でやってんじゃないの、脚立と持ってきて。熱中症ね、ありがとうね。いや、ほんと暑い。で、この辺がちょっと電波悪い。ラガキ増えてるね。なんか汚いよね、逆にね一回消さないと。いや、しかし暑いわ。ある、なんかすごいよね、増えてるわ。いや、赤木すごいんだよ、ここ。だいたい見てると土曜日の夜中にやってるっぽい。まあ、いたんだよ、やってるやつが。なんか大勢でやってたよ。ドラえもんもないね。電波がね、こっちの方来ると悪くなるんだよね、ここ。またここをなんか塗りつぶしてまた塗ったんでしょうね。アミネさん、ありがとう。レモちゃんね、あれと熱暴走じゃないね、多分ボタン押しちゃったかもしれない、俺が終了。そう、なんか大体あの、今で言うドキュン、ドキュンかな、ドキュンさん、すごいよね。ここにドラえもんがあったのよ、なくなっちゃった、消されちゃった。で、よく言われてるのが、そこに立ってるのとね、向こうの奥に立ってる、あのミラーがあるでしょ、ね、ミラーが。あそこのミラーのところに女の人が立ってる。最低です、罰当たる。まあ、そのうち死ぬんじゃない、多分悪いやつだから、多分関係ねえんだよ、多分。楽しみ、楽しければいいって感じだね。そっち気になる、そっち行きますか。これうまいけどな。ちょっと電波ある、暑いな。しかし
ごいね、落書き。あ、暑い。ここね。すごいよ。ここ電波ありんだよ、本当に。で、こっち来ると電波あんの。うん。寝たいなった、静岡県。高野さん、こんばんはね。そう。緑のカレーパンだった。ジメッとしちゃってるね。えこっちは怖いよ。この先に廃屋があったんだけど取り壊されちゃった。で家が建っちゃった。そう、ここになんか女性が建ってるって言われてるね。映りそうなんだ。うん、いや40度暑いでしょ静岡ね。でも静岡ね、心霊結構こうあれだよ、僕の中では結構怖いと思うよ。結構ね、僕体験してるよ静岡は。声聞いたりとか。うん、そう、不気味なね、石田さんね。そうね、あれもなかなか取り壊せなかったんだけどね、ようやく壊してね、更地にして。そう、そう、なんかあったんだよ、その先にね、廃屋があってね、古い廃屋、うん、一軒家のね、そこにね、あのお嬢さんが十何体もあんの。いわく式だろうね。でようやく取り壊せたんだろうね。で今家建ってるよね。こんなとこ住めねえよな。あ、車来た。バイクか車だな。まあ、こんなとこに普通あんま通らないんだよね。バイクが来た。今度バイク。いや、向こうの道路につながってんだけどね、地蔵ね。あれ怖かったでしょ、だって。そう、今ね、そう、下田の廃屋ってあれも出ないと思うけど、ね、テレビが作り出したらなんかあ、あ、くるくるになっちゃった。ダメな、電波がダメだ、電波がダメだ。繋がんないな、なんでだ。3本あるけどな。ダメ？繋がんない？キャッツ繋がってるけどな。繋がった。まあ、本当電波悪いの。うん。そう、とりあえず今日もね、あったね、テレビやってたもんね。で、なんか宗教施設は僕行ったことある、四国の中でね。そう、ここね、電波が悪いの、ちょうどその辺りが。こっち来るとまあ3本ぐらいあるんだけど、その曲がる辺からこの辺、出口まで悪いの電波が。今大丈夫？そうね、この辺まで来るとちょっといいんだけど、不思議だよね。暑い。風がないからね、ほんと蒸し風呂にいるような感じ。まあ、簡単に言うとサウナのとこにいるみたいな感じ今。うん、サウナの部屋にずっといる感じ。
どっちかというと。そう、悪くなっちゃうんだよね。でもまだここはまだいい方なんだよ。ちょっとあるから電波が。悪いとこほんと悪いから。どうしてもね、生放送電波がなくなっちゃうとできなくなっちゃうからね。上ネットあるよ。あのゴルフ場だから。ね。電気消すとこんな感じ。どう？なんかいい雰囲気でしょ。電波がそこ悪くなっちゃうの。そのミラーのあたりが特に。あそこね、あのね、旧本坂は愛知県側の方が若干あるの。あの入り口の辺ね、若干。静岡側はない、全然ない。中は全然ダメ。僕もそこ行ってるから何回。ラケさんスパチャありがとうね。いつもすいません、本当にね。初スパチャありがとう。不気味でしょ。そう、ありがとうございます、どうもね。そういうとこなのよ。で、首なし、なんかあるじゃん、神社。首狩り神社かな。あそこはあるんだよ、若干。あ、車来た。飛ばすんだよな。だからちょっと知らせておかないと。飛ばすでしょ、ほら。そう、この時代、このね、この山自体が昔のなんていうのかな、弥生時代とかそのあたりのあのお墓なんだよね、ここ。でお墓の上に作っちゃってるから、まあそういうたたり系が起きるって言われてる。ね、俺はこんなとこ通らないけどね。向こうから行ってもあんま変わんねえような感じするけどね、今の時間だったら。見たことある？僕はね、あの会見所全くなかったね、あそこは。愛知なんか結構怖いとこあるよ。トヨタとか、あの豊橋とかにも。子供の土葬とかね。結構そういうとこ好きなんだよ、マニアックだから。この先、子供が埋まって、埋葬されてますって書いてある看板があったの、前は。いわゆる土葬だね。怖いよ、それ。で、何も出なかったけどね。廃墟マニア、シェリーさん。もうほとんど今や、もうやってないけどね、廃墟は。昔はよく言ってたよ。廃墟も怖いとこあるよ。脅かすつもりでね。廃墟マニア。今もう昔ほどなんていうの、厳しくなったでしょ。昔は全然厳しくなかったんだよ。許可も取れたのよ。最近もう全然ダメ。クムちゃん作ったのね。いらっしゃいね。今うるさい。動画で上げてても捕まっちゃうからね、今ね。殿山、久々に来たんだよ、殿山、クマちゃん。何年ぶりかに。そう。オートムに入れたでしょ。オートムの祈りはちょっとやばいと思うよ。僕はね、1回行ってね、1回でね、もうちょっと先って声が入ってて、2回目に行った時に、その行った時間におばあちゃんが亡くなった。だからほんとやばいよ、あそこは。で、結構ね、それが関連してみんな死んでるんだよ。殿山。そう、セキュリティがね。しかも3人が、男性が下向きでパッと見たら青ざめてさ。それ多分慣れちゃうとね、全然ね、なんていうのかな、見ても怖くねえんだろうな。俺もなんかちょっとそういうっぽいのは見たことあるけど、なんか襲ってくるとか追っかけてくるとかそういうのないしね。よくあるじゃん、襲ってくるとか追っかけてくるって。あんまりそういうの気なんだろうね。あったらみんなできないと思う、心霊配信なんて。だから見えちゃう人がいると多分そういうの感じちゃうんじゃない。見えない人がやったら全然多分慣れちゃえば多分怖くないよ、一人で行っても。で、今なんか俺何人かで行くでしょ、みんな。
あれじゃ怖くないよな、一人だったら怖いと思うよ、暗いとこ一人だったら怖いと思うよ、多分一人でこう山とかね、僕も何回も行ってたけど、やっぱね木も座るんだよね。逆にそういう大勢で行って見ちゃった時に多分焦ってそれで死んじゃうパターンじゃない。また飛ばしてる、いやゆっくり出してるでしょ、重き踏んでんだもんこいつ引かれるよ、引かれる。だからあそこでね当てるとあって思うんだよ、だから落とすの原則さ。だから一人で行った方が怖さ感じるじゃんね。だ多分ね一人で行けないと思う、そういう人って、誰かがいるもん絶対。いないそこに。なんかでもいそうだ、映ってないよね、いないよね。しかしなんかなんていうの、無風ってすごい熱いんだね。ほら見えないでしょ、僕のライトもめちゃめちゃ明るいんで、すごいでしょ、ほら向こうまで見えちゃう、見りゃ気になる。ここ昼間になったでしょ、本気出すとすごいでしょ、ほら奥まで見えちゃう。作りたい友達、いや多分 やばいと思うよ。僕もね一回取り憑かれたことあるけどね、やめたんがいいと思うよ、一緒には暮らせないと思うよ、寝させてくれないよ多分本当にやばいよ。僕もね事故物件住んだことあるんだけど、それで体験してるからねやっぱりね、モヤモヤでしょ。そうだからね、そういうなんか友達になってもらうと幽霊おかえり来るんだよ、いざ取り憑かれた時にやばい。僕ねトラストファイヤーっていう昔のタイプ、そう僕ねライト一応持ってる、1万1000ルーメンと8000ルーメン持ってる。そうこれ違う、そんないいやつじゃない、消耗品だからライトあるでしょ、肩痛くなるしね、整形外科行ってもね。そうだから電池が普通の電池じゃないんですよね、26,650 っていう大型のセル電池使ってるから、3本使ってるんで、だパワーがハイパワーなんですよ、だ電圧がすごい高い。してでしょ、トラストファイヤー安いんで、安くてもで電池は一応あれだね、安全回路ついてるやつ使ってるね。そういない、霊感全くなし。いやでもねこういうのやってるとそのうち痛みに合うんだよ一回は、その次にやれるかやれないかな。そうやれちゃったら長く続くかもしれない、あとはね、あそうなんですけどね、そうあとはだからあれだよね、なんていうのかな、飽きないでできる方、そう大体俺やってもみんなねちょっとだもうなんかね儲かんなかったらとかあるじゃん、そういう人考える人多いじゃん、死んでね死んでて稼ごうっていうのは難しいやっぱり、そう26,650、そうあそうだありがとうね高評価ね、だからなかなか難しいと思うよやっぱり。で大勢でやってればその分配当金が変わってくるでしょ、でギャラで問題が出るから絶対そうそうそういうもんなんだよ、一人でやったら取り分一人じゃんそうでもそれがだん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 ねずっとね十何年も維持できるかっつったら難しいんだそれは。そう僕なんか結構維持した方だからまだね、そう今はもう老後やってますから、老後編
そう。だ自分の体力がこうねできる限りって感じでねやってます。そう。もう年を取っちゃったんでだいぶ。この暑さにはね結構しんどいよ。ね、いないよね。でもこの先も死んでんだよね。あ、なんかでもこの辺ヒヤッとするな。この辺、あ、なんかヒヤッとする。この幽霊がいそうなところに、あ、すごい、あ、ポンってなんなかった今。ポンってなんかあのよくこう水がポンあるじゃん、ちょっとんポン、あ、竹でああいう音したよ今。ポンってしなかった今、その辺で、この辺でこう水が、わかる？竹のやつでポン。老婆じゃない、頑張った。老後老後、いやいや、もう年だからね。うん、そうですよ。あと何年であれですよ、ちゃんちゃんこですよ。本当に恐怖の身だ。いませんか。いやでもここヒヤッとするよ、ちょっとここ若干。なんで手袋落ちてんの、片っぽだけ。なんかこの辺ヒヤッとする。いや、この女性が立ってるところにほら手袋落ちてる。バイクぐらいやめて、首が手袋をしてる。白いの、何白いの、白いの看板じゃないのこれ、なんか。お、ラップ現象、幽霊いるかも。ちょっとヒヤッとするよ。よく言うじゃん、幽霊がいるとヒヤッとするって。うん、だって風ないんだよ全く。なんかね、電波悪いな、ちょっと戻るね、こっち側に。なんかこの辺ヒヤッとする。ああ、ヒヤッとする。ちょっと電波まだやばいかもしれません。あれ、さっきよりか涼しくなったけど、なんで。あ、いらっしゃい、こんばんは、お久しぶりね、いらっしゃい。もうね、今日はちょっと1時間ぐらいしかできないんですけど、もうキャス1回落ちちゃったんで。あとそうですね、あとちょっとですね、また次回になっちゃうんだけども、今やってます、まだ。ちょっと切れちゃったね、キャス。これチョコボールのあれじゃないの、あ、なんか M&M のあれじゃないの。なんかヒヤッとするぞ、なんか飛んでるの。あ、なんか風来たな。あ、涼しい。なんか今涼しくなってる。それか俺のがダメ。マジ白いのがミラーの中で吸っとった。じゃあ霊感じゃないの。ここもね、いるって言われてんだよね。ここ暗いよね、ここ。うん、いるのかも、マジ。あ、ここもヒヤッとするな、ちょっと。ここにもね、立ってるって。霊感強いんで、見えちゃったのかもね。俺全く見えない。でもね、さっきも暑かったのがちょっとヒヤッとした。さっきジメーっとそうしてたんだよ。だって今こんな感じですよ、汗。わかるかな、わかる、これわかる、僕のこの最悪のパターン。汗だくなんですよ今。手がもう、あー、すごい、ほら、あ、鎌倉霊園とこの連絡と流れちゃったんです、ライカーさん。この間行ったんだよ、1年ぶりぐらいに。そう、なくなっちゃったの、連絡。やばいよ、やばかったんだよ。僕見たこと、あの白いで、あのワンピース着てる女性が出るって僕昔見たことあるんだよ。なくなっちゃったの、行ったら。全くなくなっちゃった、なんと。ただ上の電話ボックスはどうかな、まだあるかもしれない、もしかしたら。あ、本当、じゃあいたのかもね。これ女性なんだよね。そう、行ってみな、なくなっちゃってるから。そう、行ったんだよ。もうでも、もう半年前ぐらい、1年前ぐらいなくなったんじゃないかな多分。
そう、なんで電話ボックスなくなっちゃったじゃんと思って。そう、鎌倉ね、鎌倉も電波がね結構どこも弱いんだよ。そうだからいつも電波があるとこ優先しちゃうから、やっぱりね、どうしても電話ボックスのとこもちょっと弱いんだけどね。マジスーってきた。そう、デーカーがね、そう、うん、あ、富岡の公園も俺行ったことあるな。でも出なかったよ、うん、今日の心霊のあったでしょ、番組の、あの都道府県言えないし宗教施設、あそこも僕行ってるんですよ実はあれは四国だったんですよね、うん、いまいちでしょ、うん、そう、行ってるの、行ってるの、行ってて、あれは四国のね、確かね、あのうどんで有名なところだと思う。うどんで有名なところ。あれ加賀だったっけな、違う、どこだっけな、あの何県だったかな、まあ明日教えるよ、忘れちゃったね今さっき。普通に出てたし、僕も行ってんだけど出なかった、神殿多分、うん、作ってんじゃねえあれは、まあ、だから神殿はなんかあれだよね、なんていうの、あのテレビでやるとどうしてもお金があるから編集できるじゃん。だから僕なんかから見ちゃうと、まあ、すごいなとは思うけど、あんなにバンバン出ないの、はっきり映らない、まずな。よくあれ動画で撮ってる人とかもなんか今日映っちゃったみたいなのあるじゃん。あんなに撮れないから実際、うん、あの僕14年行ってるけどね、あの映像で1回撮ったのは1回しかないから、清武で着物姿の女性ね、老婆の霊をね撮っちゃったのビデオで、うん、それ撮れちゃったのよ。仕込みだと思うよ若干、うん、まあそれはそれでいいんじゃない、みんな楽しみではね。そう、うん、あ、香川県で、そう、香川行ったんです。そう、香川県、そう、香川県行ったんだよ、うん、そう、見てない。だからね、実際のところ生放送だったらね撮れるかっつったら、うーんって感じだと思うよ。何回も絶対こんな一発で撮れないもん、うん、僕なんか一発撮れたらラッキー、すごい楽じゃん、うん、はっきり映る約束に言うんじゃ、あの永久旋盤の霊が出る。いや僕はねここね本当聞いてるんだよ、そこの曲がり角あるじゃん右の、そこでね、うん、帰れって言われて、その後に殺すよってここで言われたの。その時はね20日間行けなかったねここに。でももう頑張って行っちゃった。そしたらそれから出なくなっちゃった。そう。あー、参道やばいんだ。僕がね一番やばいと思ったのはやっぱ音見の祈りかな。宮城県にあるんだけど松島に。あれはちょっとね、あの後に来るね、うん、終わった後に来るんだよ。で3回目行かないのは僕が死ぬからなんです。うん、になんかね3回行っちゃった人死んでるんだよね、なんか見てると。本人が2回目は身内が死ぬんだよ、1回目は声が入る、僕のパターンはね。まああそこが多分僕の中で最強だね。清滝はなんか夜は何回も行ってんの出ない、うん、雨が降ってる夕方なんですよあそこは、狙い目は。行ってみな、ちょっと3時頃から5時の間に雨が降ってる時に清滝行ったら、なんかもしかしたら取れるかもね。僕なんかちょっとやったんだよ、75% ぐらいの確率でなんか取れてるもん、声とか、うん、いや乙女やばいよ本当に。あのね字を見たんで僕は、呪いのやつを見てる、直に見てるんだ。もう俺が見た時はもう結構年数経ってたからね、なんて書いてるか分かんないけど、綺麗に彫刻刀で削ってるのよ松の木を。相当恨みがなきゃできないよ、うん、あ本当夜行きたくない、タブーなとこ、ライカさんは。そうやばいよ、うん、乙女だけはもう絶対行かないの、うん、タバコはさっき吸っちゃったのよ、スーさん30分耐えられなくて暑くて
風がねえんだよ今日、無風なのよ。今28度ぐらいだった。で湿度が多分85とかな。また暑くなってきたもん。そう、怨念がやばい。あとね、あそこ怖かったな、廃旅館で。何々県にある、未だに古時計が鳴る廃旅館、明治創業のね、あれは怖かった。いきなり夜中の12時頃になったらキンコンカーンカーンカーンって鳴ったんだぜ、廃墟で。怖いでしょ。え、これ鳴るのってもうちょっと先ね。そう、あ、本当死ねじゃなくても怖いでしょ。いやいや怖いって。その時にビデオ撮ってたら、あの声とか入ってたもん。乙女のタバコはね、備えなきゃいけないんだ。古時計が鳴ったんだよ。あの黒っぽいやつあるじゃん、昔ながらの。カーンカーンって夜中にこいつ電池生きてんのっていうそう、あれ怖かったよ。逆にドキッてきた。そう、そこはねポイントなんだよね。ここのね、このトンネルのカーブのあたりがね、ここは。でもね、昔ほどねがこう明るくなっちゃったからね。だから多分この行政っていうかね、この管理してるとこは明るくすれば落書きがなくなると思ったんだろうね。逆に増えちゃったね。暗くした方がいいんだよ、真っ暗に真っ暗にした方がね、書くの大変じゃんだ、夜やってんだって、これ塗ってんの。だからこれ、ね、バカだったんだな。これ俺だったら全部消すけどな。怖さを味わせる。こう、ま、見て怖いからね、暗くせろ。めっちゃ怖かった。そう、ほんと怖いよ。昔はもっとねオレンジっぽかったの、電気が。で配線入れ直してきれいになっちゃったのね。で一回消えたんだよ、電気が。消えた時行ったことあるけど、真っ暗、ここ結構怖いよ。だから暗くすれば多分ね、だいぶ効果出ると思うよ。もう車のライトでやるしかないじゃん、明るすとか。あ、大空車のね。いや、どうだろうな。もういっぱい行ってるからね、東京も結構行ってるからね、昔ね。どうだろう、やってる可能性もあるし。あの、あ、プラズムなんだっけ、池袋のあそこはやったよ。あのプラズムなんて、プラなんだっけ、あれ処刑場、あそこはやった。あそこはやったことあるし、東京も。靖国は多分ね通っただけだと思う、やってないと思う。東京入れどこかんねんだよな。あとあの なんとか舞台があった、そのね、箱根山、あそこもやったね。すげえ汗かいてる。ほら見て、もう地図びしょ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 だよ、もう汗で。最悪だもん、本当に暑くて。そうだ、東京はね、だから逆にあのなんていうの、東京タワーのとこも怖いんだよ、あそこも。あと霊園ね、青山霊園とかね、多摩霊園とか、谷中霊園。そう、もうほとんど痩せたね。だ逆にね、もう今はもう地元周辺で軽くあると。で5月に愛知2回行ったんですよ。愛知沿線2回行ったの。そう、愛知の方がやっぱ怖いけどな、暗いから。ベトベトだよ、もう一汗かいたもん。だってお風呂入んないと。そう、水分補給してる今ね。ちょっとね、もうちょいしたら補給するわ。ちょっと一回手で、あ、ちょっと待って、水分取っていい？ごめんね、もうあと半分。はい、ありがとうございます。水分取った。結構ね、車この時間通るんだよ。車通るとちょっと風が来るんだよね。
ここにドラえもんがあったんだ。ドラえもんが。もう最近ね、やっぱね、昔の方が出たね、ここも。もうなんかね、10年前ぐらいはバリバリ出てたんだけど、最近もう全然出ないです。定点中、全然下だけどね。位置があるから、カメラに。定点するときはね、追加するのがいいんだよ。位置的に。セミの鳴き声。そう、明るすぎるのもあるし、やっぱ旬もう終わっちゃったんじゃないかなっていう。多分俺の中ではその12年前にあの声が入った時で多分終わってるんだよ。それから先が全然出なくなってたから、多分レイドがあったっていう噂があるんだよね。そう、いや人歩いてくるんだよ、散歩してるんだよ。朝方もやったことあるんだよね。朝方なんか結構来るよ、この辺の人が散歩。だから多分電気つけてんだと思う。ああ、駐車場首吊った人の男性の色を見たことあるね。首吊りだとこの辺はね、そこの山のとこもさっきのあるじゃん、あの神社があるんだけど、そこのとこで首吊ったの昔。この辺は結構首吊ってるよ、なんか昔は。最近はないけど。そうで、この先にね、廃屋があったのよ、前。この先にね。で、そこの廃屋の2軒あったのよ。2軒、廃屋が。で、1軒奥の方が、ね、裏口かな？裏口の扉のとこに、お嬢さんが十何体あったのね。で、この間ここは取り壊されてたの、とうとう。今、新築建ってるんだけど、建ってきてると思う。そこが一番やったんだけど、すげえ怖い。なんか封印してるなっていうのが分かるもん。あんなにお地蔵さん置いてるから、いや、よほどあれなんだろうなって。いや、いるいる。4時頃とかやっと昔やってたんだよね、俺。やってたら、あの向こうから歩いてきてる人いたよ普通に。まあ電気ついてるから明るいんだよ。だそういう人のために多分つけてんじゃないかなと思う。もともと俺こんな感じなのよ、この辺って。ここそこ家あんだよ。そこに家あんだけど、見て、この家あんのに暗いじゃん本木の公園も、本木はね、あれがやっぱり、あの、ホワイト、なに、クリ、なんて、白い家って知る？あれはやばいと思うね、正直ね。あと、本木公園も一応心理スポットでね、僕何回も言ってるけど出なかった。あそこも自殺だよね。でかね、本木自体が、あの、昔戦争の時に空襲でね、相当亡くなってんのよ。で、あそこに埋めてるんだよ。そう、死体をね、亡くなった人をね、いっぱいすぎるからもうあの辺に埋めちゃってるわけよ。だそれが多分こういう怪奇現象起きてんじゃないかって言われてるんだね。でそれもう掘り起こしてないわけよ、そのまま埋めちゃってるの。だ供養されてないの、そのまま。だからなんていうの、もう空襲されるじゃん、で死ぬでしょ。だそのままもう死体がもうそこら辺に落ちてるわけよね。それは集めて埋めてるわけよ、本木っていうのはね。そうだからね、どっちかというと昼間も出てるんじゃないかなと思う、逆に。ただ昼間はなんていうの、暗くないじゃん。で人が歩いてるっていうのがあるから分かりづらいんじゃないかなと思う。足もあるしね。そう、山下公園そうだよ。あの辺埋めてるよそうだからね、そうだからこっちに比べたら全然死んでるから、やっぱり。でもね、やっぱなかなかね、その土地を買った人が手放すわけにいかないじゃん。本木行った？本木にあの本木なんとか12点っていうのがあるんだよ。そこが結構やばい山なんだよね。山だったんだよ。今ちょっとしかないけど。あ、なんか雨降ってる？ポツンと当たったけど。雨降ってないよね。なんかポツンと今当たったけど、ね。そう、そういうね、あるんだよ。江戸時代とかその宝木12点ってあって、そこも一応心霊スポットなのね。お参りしたらしくてね、今もちょっと残ってるよね。あの決してあの壊しちゃいけないとこなんで。なんか今日なんかテレビでしたけど、大分県のなんかお寺に
髪の毛もつってなんでしょ、あれすげえ不気味だよね見たけど、祭んないとなんか髪の毛なくなっちゃうんだって抜けちゃうんだって、女の人になって、うん、すげえとこあんだなって、変わったお寺があんだなと思ったよ。あれ見たら不気味だよやっぱり逆にホラーだな。うん、そう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 、本当だよね。戦争なんかやったってね、人が死ぬだけなんだから、うん、怖いよね。あとまさまなぎまさかまさかみだっけな、まさなんとか、あのエマ、いわゆるあの世の結婚式、あれも怖えよな。なんか風習、こっちの方は明日の、天気大丈夫、明日なんか洗濯物干そうかな迷ってんだよな。そう、もう乾かないもん今の時間だったら。しかし暑いな本当にね。あるよね結構ね、あのね、なんていうの、長野なんか行ったら下食い池とかあるんだよ。下を食う池とかね、名前になっちゃってるのねすごいよ長野とか、そういうのあるんだよ、池があってね、下食い池ってね、いわゆるあれなんだよ、生きたのは人をね昔やってたらしくてね、名前が怖いよね、下を食う池ってこと。そこね、そう思ったのがいいね。すごくない名前が、名前が怖いよね、出なかったけど、人柱ってですね、昔の人はそうやって生きたままこう池の中入れちゃってこうやってたんだよ、災害が多いから。そうね、ほんとね、でこっちの方はあんまないじゃんそういうのが、大須のところ、でクマちゃんと一緒にいたあの、ほらあれもあったじゃん、このね、あのこの下にね子供が眠ってますっていう埋葬墓地も怖いよね。名前がやばい、いっぱいあるよそういうところ。でもなんていうのか、出るかしたら出ねえんだよ。でも僕の中では静岡がやっぱり一番出てるかなっていう、昔来たでしょ、ここ熊ちゃん来たっけ、ここ殿山ね。静岡は結構ね、掛川あたりが結構怖いかなと思う、あ、やっぱある、そこになんかいるって言われてんだけど全然見えないんだけどね、なんかそこのほらミラーのところに立ってるとかよく言うんだよ、あの電気つく前に来た、ちょうど見えねえんだよな。またね静岡県もね、そう最近だから宿がないからね、この間愛知日帰りで来たから行ったからね、そう行ったんだけど、クマちゃんに会いに行ったんだけど両方とも素通りでした、会えませんでしたね。そうそう、行ってあげようかなと思って2回目行ったんだけどいな、そういう時に限っていねえんだよクマちゃん、宿が取れねえんだよ全然、もう夏休みとかダメ、全く取れない。この間もねギリギリ取れたんだよね当日で、普通の日が土曜日とかだともう取りにくい、すごい、もうだからなんていうの、休み入ったらもう平日も取れなくなっちゃう、寝ました、そうね、なんかいる、そうだからなかなか遠くはね、愛知だったら日帰りで帰れたけど、でも結構疲れたよ、朝方3時頃だもん帰ってたの、向こう11時頃出て 3時頃だったね、4時間だねやっぱね、そうなんとか日帰りが買ったりは4時間だもん、しかも1日で650キロ運転したからね結構疲れたわ。はい、泉さん佃煮です、今日はあの愛知県にいます泉さん。
愛知県の軽トンネルです。久々、もうすぐ終わっちゃうんですけどね、今日はもう軽めでね、明日もちょっと親父をちょっと連れていかなきゃいけないんだよ、病院に、接骨院に。そう、うん、暑い、すごい暑い。あ、電波がダメだ。この辺でダメか、もうこの辺でダメだもんな、弾かれるんだよな。いや、650は結構、そう、次の日はね、あいつ泊まりで今度滋賀まで行って帰ってたから950ぐらいだったね。そう、今日もだってちょっと雨降りそうになって、ちょっと降ったよ、ポツッと。なんか見てると昨日以外みんな降ってるね、夜に。うんうん、金沢八景の野鳥公園も行ったんで、一回ライカさん出なかった野鳥公園も自殺でしょ、出なかった、行った。だから出ないけど、これはつまんねえなと思って、うん、なんか一発で出るとこもあるんだよ、やっぱり。なんか全部大体神奈川全部行っちゃった。やっぱりチラチラ見てる、やっぱり何やってんのかなってそこにいるんでしょ、見える、いる、いる、僕にはわからない。います？明日も雨で、明後日も雨だよ。様子伺ってます、やっぱり様子の日にいるんだ、見えるんだ、やっぱ見える人には。見えねえんだよな。そう、悪さしないんだよね。なんかあったんだろうね、昔ね。うん、いるような感じない？いや、僕もわかんないんだけど、こうやっていないよね。なんかでもなんか白っぽいの見えるかな。大丈夫？伺ってる？そう、だからね、霊感ある人がいつもそこって言うんだよ、みんな。うん、そことそこって言われるね。うん、そうだ、悪さするような霊じゃないんで、だからずっと前からいるような霊だよね。うん、あ、また電波が悪くなった。なんでここで電波悪くなったよ、今 YouTube が、うん、今落ちたぞ YouTube、うん、なんか落ちた。いや、ちょっとあれだよ、 4G で4本あるよ。そう、2体でしょ、そこにも多分いると思う。ここにも、ここにも。そう、ツイキャスの方がね、いいんだよねFPS も30あるし、フレームレート。 YouTube がなんかたまに、やっぱり多分ね、画質落としてんだけど、 YouTube も。うん、あ、ほんと？夜は停電で。ツイキャスは大丈夫っぽいね。一瞬落ちたでしょ、電波が。いないよな。はい、じゃあ皆さんありがとうございましたね。うん、85分ぐらいやりました、なんとか。いつもよりちょっと長丁場で、またちょっとね、次回ね、ちょっとどうするか分かんないんだけど、まず体をね、よくしてから。多分明日もすごい筋肉痛なんで見てください、サポーターしてるんですよ、これ。サポーター。しかも両方で。手の腱鞘、腱鞘炎でね。またね、ありがとうございますね。次回ね、ちょっとね。だちょっとね、今土曜日がね、ロングができないかもしれない。行っても。もう多分体力的にちょっと死んじゃうような感じ。2箇所行ったら多分ギリギリラインじゃない、多分。休憩20分ぐらい置かないと多分。もう汗が熱くてね、ありがとうございましたね。ちょっとね、軽く楽しめました、少しは。不気味なこのね、トンネル、ありがとうございました。お疲れ様でした。
ね、座っちゃうとお茶ばかりの人。では失礼します。またね。あれ